皆様、ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ロスコントさんから発売されておりますアームドバトルエンジェルズブレードバイオレットでございます。まずはじめにメーカーさんのお名前、アルファベット表記がこんな感じなんですけれども、読み方ロスコンテさんで合ってますかね。間違ってたらすいません。で、このメーカーさん、いろいろ調べてみますと新進気鋭のメーカーさんのようで、今回ご紹介するこのアクションフィギュアが第1弾の商品らしいです。で、商品名で申し上げましたアームドバトルエンジェルズ、ここですね、ここに書いてありまして、上の方に今回の商品の名前ブレードバイオレットと書かれております。バイオレットっていう名前のことだけあって、パッケージも紫色になってるわけなんですけども、この女の子の設定がどうもサイボーグらしいんですよね。まあ、詳しいことは全く分かってないんですけれども、ただ単に見た目に惚れて衝動的に購入してしまいました。ではもう早速パッケージとかご紹介してまいりますが、今ご覧いただいてますのが外箱の正面の方ですね。ちょっとこの角度分かりにくいかもしれませんが、今しがたお伝えした商品名とか以外に、この真ん中にですね、このマットなボックスのど真ん中に、このキラッとした感じでこのキャラクターのイラストが描かれております。で、側面こんな感じなんですけど、まあ、これ後で改めてご覧いただくとして、背面がこんな感じ、幻の一文字です。で、箱はこれ外箱と内箱別になってまして、ここの部分でこんな風に引き抜くことができまして、引き抜きますと、まあ、こちらが中のブリスターが覗いてみることができる小窓がついております。これですね、 ABA001、 この ABA っていうのがアームドバトルエンジェルズで、001ということで、これが第1弾ということがわかります。ここにブレードバイオレットと書いてあります。で、側面はこちらがなんか暗いところの撮影なんですけども、この黄色いところが蛍光塗料かなんかなんですかね、蓄光かもしれませんけども、反対側もこんな感じになっておりまして、で、背面がこちらで、この画像をご覧いただいて分かりますとおり、この女の子ですね、いわゆるこの武装状態的なものと、この素体状態的な脚部ということで、この足については2パターンついているという、美少女プラモデルの素体武装のような、そんな組み替えができるようです。下の方に注意書きがありますけども、ちゃんとこういった紙とかプラとかいった日本語の表記まであります。ではまず中身の方もご紹介していきたいと思います。上からカパッと開けますと、言いますか、久しぶりにアクションフィギュア扱ってるんですけども、結構箱コンパクトなんですよね。で、中取り出しますと、こんな感じになっておりまして、ブリスターが2段になっております。まず一番下の方にこちらですね、取り鉄の方が入っておりまして、上段と下段分かれておりまして、まず下段の方、こちら結構重たいんですけども、展示ベースですかね、なんか収納ケース兼ねてるようなものと、これ上の蓋の部分とアーム。で、これですね、何かと思ったんですけども、これ、塩ビか何かか、材質はちょっとよく分かんないんですけど、女の子に着せることができる、このジャケットがあります。で、本体の方がこちら、ちょっと保護シート貼ったままでちょっと分かりにくいかもしれませんけども、フェイスパーツが4種類と、これなんだろう、あ、これはメカニカルなお胸ってとこですかね。で、頭髪とかハンドパーツ、ちょっとよくずれちゃってますけども、で、これが素体の脚部で、こっちが武装の脚部ってとこでしょうか。で、手持ちの武器があります。ここにもリード線使った武器とかありますね。じゃあ先にちょっと先ほどご覧いただいた説明書の方をちょっと見ていきたいと思いますけれども、それがこちらブレードバイオレット。あ、ちなみに今回のこの商品なんですけども、私が普段美少女プラモデルとか美少女フィギュア購入してます77フィギュアさんの方で買わせていただきました。概要欄の方に77フィギュアさんのトップページですとか、今回のこのブレードバイオレットの商品ページリンク貼っておきますので、もし気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。で、中の方に参りまして、この中になっているのは内容物とか展示ベースとか、まあ、表記はファンタジーばっかりなんですけども、見りゃわかるって感じでしょうね。特に難しいこともなさそうです。で、背面もこんなバイオレットカラーとなっております。では、とりあえず、このブリスターから取り出して、まずはいくつかのポージング、ざっとご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからフィギュア本体ですとか付属品の方をご紹介してまいります。でこのロスコントさんというメーカーさん、今回のフィギュアが多分おそらく商品化第1号のような気がするんですけれども、率直な感想として第1弾にしては非常にクオリティの高いフィギュアになってたなっていう気がするんですよね。塗装ですとか付属品ですとか非常に充実しておりました。ではまず付属品の方からご紹介してまいりますが、左横のまずこちら専用の展示ベースですね。もうブリスタの段階でもご紹介しましたけども、この土台の部分、かなり大容量の収納ケースを兼ねております。ここの部分でこんな風にパカッと開けることができまして、例えばこの女の子、今ご覧いただいてます、言うなれば生身と言いますか、素体状態で飾った時でも、この公開の脚本を含めて、今ここに置いたらもう全部ここに収納できるぐらいの容量があります。で、上の軸につきましては、3箇所可動がありまして、それぞれ全てこんな風にビス止めができるようになっております。で、先端今カニバサミしてますけども、このカニバサミを取ったピンセットもすることも可能です。で、このちっこいパーツですね。これが何かと言いますと、この展示ベースの上の蓋開けますと、こっちの方ですね、の下のところ、4箇所穴が開いてまして、ここにこんな風に差し込んで、で、今回まあ第1弾ということで、他のものはないんですけれども、第2弾、第3弾とこのシリーズが続いていた時に、この上側だけでも連結することもできますし、下の方にもここ隙間がありますので、この状態で蓋をしても同じ高さであれば、このケースごと連結させることが可能となっております。ちなみにこのベースの反対側、下側ですね、こちらがご覧いただきますと、まあなんかロゴが書いてるのもいいんですけども、この四隅にこれフェルトが貼ってあるんですよね。どういった状況で皆さんが飾れるかにも入れますけども、ガラス板の上でも傷がつかないように、こういったところ、細かい配慮なんですけども、こういったことがあると非常に嬉しく感じます。全体的にマットな塗装になってますし、非常に見栄えも良く、収納性もあって、かなり使い勝手のいい展示ベース兼収納ケースだと思います。次に本体で使用します交換パーツですね。まずはハンドパーツ。今本体につけてありますのが開き手、それ以外に3種類。まずこちらの方がグッと握った、何も持たれ握り手、左右一対。次にこちらが指がピンと伸びた、まあ、抜き手ってやつですね。こちらも左右一対。最後こちらが人差し指に表情があるので、まあ、武器持ち手と言いますか、銃持ち手にも使えるんですけども、少なくとも今回の商品の中では、これ持たす武器がないので、まあ、他社さんのものも含めていろんな武器が別にある場合には、これ持たすことができます。こちらも左右一対。次にフェイスパーツ。今本体に付けてありますのが、いわゆる通常顔ってとこですね。それ以外に3種類。まずこちらの方、説明書の方の簡体字翻訳しますと、目を細めた顔とは書いてあったんですけども、まあ目を細めたというよりも、口がちっちゃくスーみたいになってますので、おすまし顔ってとこでしょうか。目線は左向きです。で、次にこちらが、ダメージ顔になります。ダメージ受けた感じになってますよね。なんか痛がってるような表情です。で、最後こちらがマスク顔ですね。マスクパーツは別になっておりまして、後で取り付けることになります。これも、マスクをつけたことによって、なんか戦闘モードになったのか、この目の色が違ってるところも結構印象的に細かいんじゃないかなと思います。目のタンプ印刷も非常に綺麗ですし、種類としても十分だと思います。以上、フェイスパーツは合計4種類が付属します。で、残りのものは全て、言うなれば武装状態で使用するものなんですけども、装着させる前に、この段階でちょっと補足の方を2点ほどさせていただきます。まずこちら、ジャケットですね。これ、パッケージの方でも布製みたいなことが書いてるだけなので、詳しい素材わかんないんですけども、でも触った感じ、ナイロンかなんかじゃないかなと思います。で、こちら、袖口のところがゴムが縫い込んでありまして、腕も通しやすいですし、あと、ここの留め具のところですね、これ外すことができるんですけども、実はこれ、マジックテープとかではなくって、お分かりいただけますかね、真ん中のところちょっとぷっくり丸くなってるんですけども、こちら、おそらくネオジム磁石が入っております。ですので、ジャケットを着せた時に、この前がはだけることなく、こんな風に、パチッ、パチッとくっつけて、きっちりとこの着衣の状態、保持させることができるようになっております。こういったところも結構芸コマですよね。で、こちらの手前の方になります。これが手持ちの武器ってところでしょうか。マウントするときにはこんな感じになってまして、まあ、こんな感じに腕につける感じですね。まあ、おっさんの手と比べるとわけわからんかもしれませんけれども。で、ここの部分、ブレードにつきましては、なんかクランクがありまして、こんな風に前側に伸ばすことができるようになっております。で、こちらも側面見ていただきますと、このとこですね。細かい文字とか塗装とか非常に綺麗に印刷といいますか塗装がされております。こういったところ塗りムラといいますかはみ出しがほとんどないので、この辺のクオリティも非常に高いんじゃないかなと思います。では、ブレードバイオレット女の子ですね。本体の方をご紹介してまいります。箱の方に12分の1と書いてあったので、だいたい大きさわかると思いますけれども、一応美少女プラモデルとの大きさの比較してみたいと思います。こういった時にいつも使用しております、ことぶき屋さんの女神デバイス初期の素材とフレームアームズガールアーキテクトを両側並べますと、こんな感じになっておりまして、まあ、大きさとしては、ちょっとメガデバとフレガの中間ぐらいですね。ですので、こういった美少女プラモデルとか、同じスケール感の美少女フィギュアと一緒に飾っておいても、親和性高く飾ることができる、非常に扱いやすいサイズ感となっております。では、改めまして、本体の方ですけれども、ちょっと近くでご覧いただきますと、こんなお顔をしておりまして、まあ、これが通常顔ですね。
で見た感じこのフレッシュカラーといいますか肌の部分のカラーだいぶなんか不健康そうに見えるなと思うかもしれませんけどもその通りです。まあ設定がサイボーグということもあったかもしれないんですけれどもいわゆる健康的な東洋人的ないわゆるスキンカラー肌色ではないですね。まあだからこそまあこういったとレリーフもありますのでよりサイボーグ感出てるんじゃないかなと思います。では可動も含めて上から順にご紹介してまいります。まず頭部、お顔はこんな感じになっておりまして、首の可動は首そのものに可動はありません。頭部と首の接続のところが両端が球体の鉄アレみたいなもの。まあ一回撮ったのは分かりやすいと思いますけども、こんな感じのジョイントになっております。まあこういったアクションフィギュアでよくあるタイプですね。でこれらを利用して、頭部については前、後ろ、抵抗器、可動させることができます。さらに傾けたり、当然ぐるぐる回すことも可能です。別に肩腕周り、肩につきましてはボールジョイント。特に胴体側の受けに可動はないんですけども、胴体と肩の間に今度はリング状のパーツがはまってまして、これがその軸を隠す目隠しの役割と、この可動した時に一緒に動いて接続の軸を隠すような、そんな効果があります。で、ここの部分にロールがありまして、肘については二重関節、ぐいっと曲げると、こんな感じで、ほぼ人間ぐらいまで角度変えることができます。前腕部分はメタリック塗装、キラッキラでかなりかっちょいいです。で、手首はリストジョイントぐるぐる回りますし、角度も大きく変えることができます。ちなみに、腕のここの部分ですね、2箇所穴があります。反対側もそうなんですけども、これが先ほどご覧いただいた、この武器の、ここの部分、2個出っ張りがあると思いますけども、これをここにロックすることで、腕横に武器をきっちりマウントさせることができます。で、次に胴体、胸周り、このお胸ですよね。まあ、なかなかのたわわです。武装状態といいますか、戦闘状態の時には、この胸を、こちらのバイオレットカラーのメタリック塗装したものに交換することになります。可動につきましては、この胸のすぐ下のところと腰部、それぞれ、まあ分解してないんで何とも言えないんですけど、多分ボールジョイントです。胸部だけで、前、後ろ、可動範囲かなり大きいです。左右に傾けたりすることもできます。で腰部でも前後の可動があります。まああんまり後ろ向けると隙間見えちゃいますけども、胴体についても十分な可動があります。背中から見るとこんな感じになっておりまして、背中の真ん中のピン穴。これ展示ビースの軸を刺してもいいですし、このリード線の優先ブレードってとこでしょうか。これをここに差し込むことになります。で、それを差し込んでピン穴がなくなった時のために、冒頭ご覧いただいた展示ビースの方でも先端がカニバサミのパーツも付属しておりました。で、次に股関節足回り。ここについてはボールジョイント接続。接続の位置を下げるギミックはないんですけども、特に干渉するものもないので、このまま前とか後ろ、横方向についても十分な可動範囲があります。で、このリング状のパーツのところでロールがあって、膝についた二重関節、ぐいっと曲げて、こんな感じで、ほぼ正座できるぐらいまで曲げることができます。このすねも前腕と同じく、メタリックパープルで綺麗に塗装されております。で、私、ブラックライト持ってなかったので再現できなかったんですけども、おそらくこの黄色の部分ですね、ここは夜光塗料といいますか、おそらくブラックライトが何かを当てると光る塗料なんじゃないかなというふうに、ボックスの側面とかを見ても勝手に推測しております。で、最後、足首はこの状態から、後ろとか、前。で、つま先部分にも、こんな風に、角度変える、独立した可動があります。まあ、全体的にいじくってみて、可動範囲の良さとか、各鑑定の渋みですね、については、上質な美少女プラモデルを組んだかのような、まあ、私の場合、どうしても美少女プラモデル基準になっちゃうんですけれども、と、遜色ないぐらい、可動範囲、渋みともにちょうどいいので、ちょっとこの素肌カラーが、いわゆる人間の肌の色とは若干違うのはありますけども、ちゃんとこのキットがサイボーグキャラクターであるっていうことを考えると、そういったところも含めて、見事に表現されてるなっていう気がします。では最後に残りの、こちらのパーツですね、を取り付けて、とりあえずこの動画の中では武装状態と呼ばせていただきますけども、その状態にしていきます。作業手順のところは割愛させていただきまして、先ほどご紹介しなかったものとして、これがヘッドギア付きの頭部パーツ。まあ、これちらっと取れましたけども、メタリックのオムネパーツですね。で、これが背中につく優先ブレードってとこでしょうか。これ背中につくんですけども、この部分出っ張っててもちゃんとこのジャケットは切れます。で、これが両足のパーツになります。じゃあ、これらのものを装着したり、あるいはジャケットを着せて、武装状態、戦闘状態にしますと、こんな感じになります。脚部がマッシブになって、そしてジャケットを着たことによって、先ほどご覧いただいていた素体状態に比べますと、普通に凛々しいバトル形態、そんな感じになってますよね。で、まぁ、ちょっとほぼ真正面から見てるのはあれかもしれないんですけども、ちょっとこんな感じに、斜めた感じにすると、非常にプロポーションがいいっていうのがお分かりいただけると思います。で、この状態で追加されたパーツ、いくつか補足させていただきますと、まずこの頭部にあります、このクリアパーツのヘッドギアみたいなもの、この位置が固定ではなくって、後ろの方が目いっぱい、このぐらいまで下げることができまして、前についてもちゃんとこの目の真ん前まで下げることができるようになっております。まあ、せっかくなんで可愛いお目々が見える、このような角度がちょうどいいかなと思います。そしてこれがジャケットを着た状態、背中にこの優先ブレードをつけた時の、ここのパーツがあるものですから、背中から見ると結構ジャケットはパツンパツンになっちゃってますけども、ただ、
ここの襟元の磁石を内蔵したこのフックといいますか留め具の部分できっちりと固定されてますので、ちゃんとこんな胸のあたりも豊満ですけども、はだけることなくきちんと着用させることができます。でこの布製の素材もいい感じで薄くてシワが寄るので、こう袖口のところまでまっすぐ伸ばしても自然な感じですし、こんな感じに肘のところまでたくし上げてもこのシワが寄ってる感じとかめちゃくちゃリアルに表現することができるようになってるんですよね。これはやってて素晴らしいと思いました。であとは乾燥したこの脚部ですね、膝については関節は二重関節でグイッと曲げれば、これもさすが相対状態ほどではないですけども十分な可動があります。この側面のこの読んだ印刷ですね、細かいところまで綺麗にはみ出しもなく塗装されております。で足首もこのクリアパーツは独立でこんなように少し動きますし、つま先は後ろ前で、さらにこのつま先の先端部分、ここに少しだけこんな風に角度軽く可動があります。これは素体状態の足首と同じですね。といった感じでこんな武装状態と言いますか、このバトル状態で言いましょうかに今したんですけれども、この姿っていうのもやはりすごいかっこいいと言いますか、凛々しいデザインなんですよね。やはりジャケットのこの布の質感がきちんと表現されているっていうのと、脚部にだけごつい武装がついて上半身については服を着たというこの設定といいますか、このデザインかなり秀逸だと思います。ちょっとこんな感じ改めて後ろの方から見ていただいても、この後ろ姿もかっこいいですし、あんまり先ほどご紹介の中で触れませんでしたけども、このお尻の部分とかもティーバッグみたいになってて、これはこれでめっちゃセクシーなんですよね。後ろから見た時のこのふくらはぎあたりのこのペイントですね、この辺も細かいところまで綺麗に印刷されておりますし、等身バランスも含めて全体的なデザインがいいのはまあ言うまでもなく、やはりこのナイロンと思われる素材で作られたジャケットですとか、武装パーツがついたとはいえ、全体的なカラーリングがこのベージュといいますかクリーム色っぽいもので統一されているので、だからこそこのジャケットのカラーとの対照になって、一見するとビビッドなカラーリングですけれども、非常に統一感のあるキャラクターデザインになってるんじゃないかななんて思います。ちょっと目線の方こんな感じでいただいておきまして、このクオリティのフィギュアを第一弾として発売してくるこのメーカーさんも今後の展開が期待できる、そんなフィギュアだったというふうに思います。アームドバトルエンジェルズブレードバイオレットはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたブレードバイオレット、いかがでしたでしょうか。まあメーカーさんのオリジナルのアクションフィギュアのシリーズの第一弾ということで、他のアクションフィギュアに比べますと知名度という点でやはり訴求力が弱いっていうのは否めないところなんですけれども、だからといってよくわからんからという理由でスルーしてしまうには非常に惜しい、クオリティとしては非常に高い出来上がりのアクションフィギュアだったというふうに思います。収納ケースを兼ねた展示ベースとか、布製のジャケット、ネオジム磁石入り、さらにはリード線を用いた有線ブレードとか、ワン部に取り付けるギミック付きのブレード、さらにあんまり細かくご紹介できなかったんですけれども、このメカニカルな脚部ですね、こういったところ細かい部分まで綺麗にはみ出しとかムラもなく塗装がされてましたし、特にこのジャケットについては袖をたくし上げた時のこのシワの寄り方とか材質の選択が良かったのか、非常にリアルなジャケットなんですよね。あとはもしかしたら人によっては賛否分かれるところかもしれませんけれども、この肌のカラーリングですね、まあサイボーグという設定があるものですから、このカラーリングでも全然問題ないというふうに個人的には思いますし、よくよく見てみますと実はかなりセクシーな服装をしております。こういった複数の要素を破綻することなく1個のアクションフィギュアにグッとまとめたこのセンスっていうのは、このメーカーさんの将来性に大いに期待できるその証拠ではないかななんていうふうに思っております。あと個人的に気になったのはこのアームドバトルエンジェルズっていうこのシリーズですね、これがどういった設定なのかっていうのがいまいちよくわかりません。同梱されていた説明書の中にもそういったストーリー的なものとか設定的なものがなかったので、まあ今後シリーズを追うごとにだんだん明かされていくのかもしれませんけれども、仮にそういったものがあったとしても見た目やデザインの印象から自分の好きな設定で飾ってみるのもいいんじゃないかななんて思います。で冒頭にも申し上げました通り、今回のこの商品私がいつも利用しております77フィギュアさんの方で購入したわけなんですけれども、現時点でもまだショップさんの方に在庫がありますので、美少女アクションフィギュアがお好きな方は概要欄の方に商品リンク掲載しておりますので、そちらの方をチェックしてみてぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。